元の子がいるじゃないですか。そうですね。あー出た。あ出た。もうカメラがこっちが追わなくなるから。あでも空気圧を入ってくるところだけは見てるんだよ。あーもう荒っぽい。ニュースもっと新幹線で行ってくるかな。ねえ、これやめなきゃギキってなるからギキってなって余裕ギキってなるよね。抜けちゃって、うん、あ、今日これちょっと真似してんのこの人ちょっとやりたかったちょっとやりたかったこの人もちょっとやろうとしてるの別は珍しいステージだと思いましたね。この画面につけんだよ、この全部が。あ、なんかあれまたポリス君持ってる。あーリング上どうでもいい感じがいいですね。出た出た、始まった。もう暴れ始めてます。ポリスビーキ勝者試合中ずっとポリスだけだったらね、うん、またもう今からそうだからそうなんじゃない。ほらほらほらポリスでかいなあ、いた全然どうしてないちょっとポリス追っかけすぎだろこれまったく、ちょっとずっとポリスなんですけどこれ結構ポリス君もニコプロが入ってる日は映るって分かって意識していつもより多く動いてるよね。ああそうですね。いや絶対分かってないこの野郎が来た、この野郎バカ野郎だろ。今日割といっぱい音楽聞こえるのはあれですね、気のせいってやつですね、これね。気のせいですよ、はい、なかったことにしてこっちはちゃんと切れてる。 あ、切れてるんだ。 あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。あ、すっかり。さすが。今スタジオの中だけ音楽聞こえてるんですか、これ。そんなことができるんだ。すごいね。やっぱ音楽聞こえないと間抜けだよね。あ、じゃあ入場中もっとバン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 喋んないといけないんだ、皆さん。聞き入ってる場合じゃなかったんですね。あ、そうなんだ。そういう嫌がらせですね。そうですね。またやっぱりね、なんか企んでるね、きっと。こういう時にポリスを追っかけていいんだよ。ああ、もう来た、もう来た。まだ始まってないのに。もう来た、もう来た。はい、というところで始まりました。あ、わー、ポリス来た。ここは選手じゃありません。ここは選手じゃありません。あ、芋番長、芋番長。誰も知らない。あで、俺来たね。私ちょっとしたと思ったらもうポリス。はい、もうポリス。ちょっとしたつんだ、そんな感じ。好きなんじゃない、ポリスの。そうなんだ。プレイカメラでしょ、プレイカメラ。なんで照れてるの。あー、ちっちゃかったなー。あー、グッズだ。ブルーレイ高いのに。ブルーレイが高いのに、あー。高いところに来ない。ブルーレイの中身は壊れてない。またポリスで尾崎さんとかどこ行っちゃった。いや本当だよ、はい、あーでもピッツだけですぐだよ、はい、すぐ行くよポリスの。あー売り物が、あまたポリスちゃう。あーそう、あマイクやってる、そうマイクやってるよ。こっちは安い方のマイクだよ。今映ってんじゃん中村、よかったな。はい、ありがとうございます。この間の新宿フェイスでポリスくん転んでました。あー、死にもちついたらしいですね。大崎ゆきひなが全然映ってないからね。あ、ほんとだ。大崎さんを気を使って映した。そうそう、それでね、あ、やっと映った。言ったら映ったぐらいの感じがしたぶんすぐポリス行く。2人並んでやってんのにそっちよりポリスなんだ。あー、いっちゃった、いっちゃった、いっちゃった。戻る。汗拭いてる、汗。僕のおっさんだった、僕も怒ってる。あ、じゃあ、あの、2回ぐらい持ちがいたことかな。ファンの皆さん、大喜び。無知といえば、新宿大会には西尾美香さんがいらっしゃってましたね。いましたね。そうそうね、子供連れてきてた。お子さんを連れて。明日いよいよあれですよ。広田さくらさん。お、明日生まれますよ、いよいよ。そうですね。ちょうど今日から入院したんですかね、あれ。多分。そうですね。とかですね。はい。公になってますけど。うわ。うわ。
こういうとこはバッチリ映されるのね。ほんとこの番組の入れ違いとか、いやらしいわ。尾崎さんのトレーナーができたんですけど、刺繍でね、なかなかおしゃれな感じのやつが、今週の名古屋から色違いのものがまた発売されて、マジで？そうなんですよ。あ、グレーか。グレーだ。はい、グレーいいよね。皆さんお楽しみに。名古屋はあと公式のタオルとかも新しいのが出たり、なんか名古屋は偉い売店がリニューアルされてて、後楽園からもいろんな新しいグッズが出てきた。はい、はい、西の市ですね。じゃあ名古屋はまたあのいつもこうお客さんが満員で、また熱いお客さん多いですね。そこの会場は名古屋のチケットが売り切れちゃってまして、あ、今あとローソンチケットの2階席が本当に何枚かしかないですので、ね、チケットを持ってない人が、ね、当日に行こうなんて言っても入れないことがあります。そうですね、早めにお買い求めください。本当数えるぐらいしか残ってないんですよね。ないんですよ。困っちゃうんですよね。こっから先はフロント泣かせで選手を持ってる人たちが大勢いるんですけど、あ、全くないです、はい、お客さんガチやられましたね。はぁ、やばい。機嫌が悪そうです。無双なのどうですか。受けまくりじゃん。逃げるタイミングなくしちゃった。エペでやってんのに、お仕事が黙ってらんの。これ大川さんの持ってるのもムチの一種。そうですね、バラムチってやつですね。好きだったでしょ、バラムチ。ド M ですからね。ド M ですからね。そう、ド M だからね。あの、たまに大川さんのムチがなくなっちゃうのはそのせい。そうそうそう。家で、家帰って自分で撮ってるから。私もありませんでした、たぶん。どんな家ユミのムチのやつより大川のムチのが好きなんだよ。そうなんだ。一歩よりバラバラがいいんだって。ゆきさんの長いんで、家で振り回すと電気割れちゃいます。あ、そうだね。ゆきさんのもでもこれ特注ですよね。特注です。あの、西尾さんのと同じ。うん、普通のその道の人がメンテナンスしてますから。うわっ、うわ、いた、こいつ。うわっ、大岡さんの持ち遣いも遠慮がないですよね。顔に行きますもんね。楽しそうになってるもんね。楽しそうですよね。振りかざした時に場外とかで大岡さんの向きに当たると、なんかいろんなものがくっついてっちゃうんだよね。カメラ持ってたらそれが引っ張られてっちゃったりとかさ、首につけてるワンショバボーとかくっついてちゃったりとかさ。一本虫とバラ虫どっちが効果的かと。これはでもこの場に分かる人いないですよ。ひろゆきさんくらいじゃない。ベーテンさんに聞かなきゃ分かんないよ、そんなの。どっちもどっちの、どっちもどっちも味がある。どっちにもいい。どっちにもいい。好みじゃない、好み。あとは振る方の。なるほど。ニコプロで特番を組んでもらいます。どの虫が一番効果的かという実験をする番組をやってます。あ、そうだ、ほら、一般のやつは使い方してた。本当に、本当にそこのオレンだと。そう、あの、そういうほらプレーをさ、はい、プレーとか下手な人がやると、はい、そこのやつが置いてる、そういうの女王様がいる。いや、あの、肌が裂けるとかじゃなくて本当に打撃力がある。そう、恐ろしい。怖いよね。じゃあ、これもいいですね。そうですね。ゆきじさんもすっかりこういう人になっちゃいましたね、もう。いやー、この
て、このすごさもすごいですけどね、これを自分の団体に持ち帰らないすごさっていうのも、ああたまにアイスリボンでのなんか写真とか見るとなんかすごい不思議な気がしますね。爽やかだよね。爽やか、アイスのファンにとってみればこっちの方が不思議なのかもしれないけど、今日アイス系多いねこの工業ね。ユッキーズ選手、この黒いバージョンは4月1日のオズの大阪大会で大阪初登場ですよ。ユッキー初登場、大阪地区初登場ですよ。そうか、まだ大阪では行ってないんだ。地方は基本的に名古屋市はの国際会議場以外出てないですからね。でもユキさん普段も結構毒ありますからね、さらっと行きますね。素養があったんではないかと、これ書いてあると思う。あったからスタートする。ああ、まあでもそれは本当にそうですよね。ちなみにまだ発表になってないですけど、その大阪初登場のカードはですね、はい、4月1日大阪尾崎大花幸妃対です。はいはいはい、はい、米山、うん、山下朱里、珍しい、分かりやすいベリーフェイスですね。大阪の会場は会場コードが緩いですからね。あ、はい、これぐちゃぐちゃ系です、ね、ロンガラ出しないと、ロンガラ出しない、しかもあのイクの組先輩こけら落としですよ、改装後の。あ、そうなんですか。はい、あら、初工業でロンガラ出しちゃうんです、壊さないように。、うん、初工業でいいですね、3人揃うところがいきなり大阪で見れる。僕米山さんと正規軍が戦うの結構好きです。好き、はい、あのハロウィンの時とかも結構面白かったですね。あの米山さんがなんかあの棒を持ったままで、なんか悪魔っぽいこうやりとか持ってきて、イクの区民センターって名勝負が生まれるんですよ、なんか会場で必ず1本2本すごい試合が、ちょっと4月1日楽しみですね。すごいですね、ニコプロならではのボロボロとカードが出てきちゃうっていう。そうですね、まだ公式発表になってないのに、いっぱい言ってくといっぱい地方も来てくれるんじゃないですか。そうですね。アイスでこれで出たのが1回だけだったってことは、そっか、アイスで1回だけやりましたね、アイスのね。あの、ユキヒさんが、この悪い方のユキヒさんでアイスで出たんですよ。なんかの、名古屋スペシャルバージョンで。アイスリボンで。ああ、そうそう、1回だけ、1回横浜分隊。そうか、そうか。うんうんうん。そう、セコンドタイム。そうだ。あれ、ってことはでもユキヒさん、このスタイルで試合をしてる回数ってのもそんなに多いわけじゃないんだ。そうだね。こういう人になっちゃってるから、僕アイスあまり見る機会がないので、うん、逆に新鮮、アイスの幸妃さんの方が、うん、うん、う、生野区って美桜の高速カウントで尾崎さんが負けたやつだって。あ、それそれ、あ、そこそこそこ、ああ、あれすごかったですね、美桜さんがすごい謝ってた、謝ってたやつだ。そう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 、なんかね、正規軍絡みの面白いことがよくも歌を聞くんです。7月の16日かな、も行くの国センターが今年で決まってますのでね、7月2年生で行くのと、7月17日かな、名古屋中スポーツセンターって言って、オズは初ですね。へ、はい、結構あの都会の会場の新しい会場、体育会ですけど、はい、また今年あれですよね、 KFC ホールもあるし、新しい会場もコツコツとオズの中でね、そうです、進出多いですね、うん、KFC、 はい、うん、両国です、両国駅、両国駅直結ですよ。へえ、ケンタッキーみたいな。あ、本当に僕ね、森先生さんにね、ケンタッキーフライドチキンホールですって言われて、本当にケンタッキーが1階に入ってるんですって真顔で言われたから、ね、あ、そうなんだと思ったら国際ファッションセンター。あ、僕てっきりケンタッキー、あのケンタッキーが書かれてる。
いや全然本当にそう思ってたら、あの E プラスでチケットを入れたら、はい、E プラスと正しい会場名に表記が直されちゃうので、はい、ネットの世界に、はい、で国際ファッションセンターの会場が書いてあったから、どこやこれ、あなんで森翔さんは今でも本当にそう思ってるあいつもバカだからね、センタッキーフライドチキンにさ、うん、なんてやらないの。あそうですよね、まあでもケンタッキー的には逆にいいんじゃないですか。国際ファッションセンタービルからね。何国際ファッションセンタービル。そうです。おしゃれな格好してきてください。ちげえ。一人で浮くじゃん。JR ともう一個なんか都会の線路が走ってて、うん、そっちの両国駅にくっついた会場です。あ、ね、あ。まあ JR からも行けるんですけど。ここね、でほら出口すぐだけど改札から結構遠い。そう。JR で行くとね、改札からちょっと。そう でも遠いっすかって、そんなでしょ、尾崎さんが歩けば10分ぐらいかかるけど、いやそんなそうなひろゆきさんが歩けば、うん、多分1分もかかんない。そうですね、1分もかかんないわけじゃないですかそう、国際だったら普通アイインターナショナルじゃないかって。そうです、国際だけ日本語なのに。本当だね本当だね本当だね。あの会場に問い合わせてその結果を二国連に電話してください。そうですね、直接だと思って。大江戸線両国駅が近いんです。ありがとう。そこはついてる、うん、関係者より詳しい方がいると思います。おお、といったように臨場は結構激しかった。綺麗だね、ゆきゆき先生のレモネ。うん。うん。うん。あの、肩に付いてるのは何だ、ゆきゆき先生。ペットだったんだ。ペットなんだ。なんかモルモットかな。寒かったら負けるし、それで。寒い時巻くべき場所はもっとお腹の方だと思います。首反射だよ、首を冷やして。ペットが残念に入会しました。ありがとうございます。何だろう。江崎前に見たくて入会しちゃったりだな、はい、私の見事にやられちゃったな、ね、ゆきしさんが出てる時に一人増えるからまたゆきしさんについてするとまた一人増えるんで、きっと有名おやさんも見事に飛ばされちゃうのあるな。そう、痛そう、これあー危ない。もうポリスさん行っちゃうな。結局ポリスさん行っちゃうな。しかもそれでポリスさん。だいぶ試合が荒れてきました。ああああああ。これでも尾崎の日本上発揮ですよね。うん、なんで今争ったの。いやいや、いやいや、逆に本領発揮ですよねって時になんかきっと尾崎さんが中村さんに何か言うぞと思ったんですけど、なんで僕が言われてるの。フルコース、あーこれもうダメだ、あお気の毒に、あーあれあといいよ、こんなんで大川さん足引っ張ったんだ。ただのズルじゃん、ひどいなこれ。この野郎、ちょっとこの野郎、これ決まっちゃったでしょ。あらやつ、レフリーが悪いんだ。ツーちゃんとツーでしたけどね、今、うん、本当にあさっと変わって、今度はリング上に加藤さんが一人になって、あバルディーナ何バルディーナ勝手にあだ名つけないあだ名つけないでってすごいことあるね。おお、何何何すんの、何すんの、何すんの、ああ、いやーこれダメだ、抜きの毒に。このクーロンズゲートものすごい頭から落ちてましたよね。タンコブできてるからね。この野郎のせいで。この野郎、バカ野郎になっちゃった。何頭痛いんだろうと思って。ポリスコ来た、ポリスコ来た。よしよし、もっとやってやれ。もっとやってやれ。あー、ごわくだ。このバカ。
そのまま崩れ落ちていくポリスさん、リング上には尾崎さん、加藤さんです。これ完全にこの野郎のもんですね。あ、これはもうダメだ。やった。でも返すのはすごいですね、ここね。ここは返しましたね。死ぬ死ぬ。さらにもう一発、あー、綺麗に、綺麗なアシスト。おお、なんだ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 、誤爆だ。あー、誤爆だ、誤爆の嵐。誤爆アリーナが出た。鼻つけんじゃねえけど。尾崎からカウント3です。全中7分43秒。はい、ちょっとつけやすいですね。やられないポリスさんなんてポリスさんじゃないです。やられるポリスさん、かわいい。あいつか、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 運命だ、あいつか。おまだ諦めきれない、ハゲさんが。ハゲれない、ハゲてないです。誰がハゲてる、誰もハゲてないんですけどね。それもハゲてない。でも最後乱戦でしたからね、やっぱり乱戦には正義が強いですよね、こういうところで。危ない。もう試合後の場外乱闘ってお客さんも完全に油断してるから、もうすごい危ないよ。危ない。終わった後は撤収して帰るだけなんだから。私たちリングで手を挙げてるのにね、もうポリスしか映ってねえし、本当に無視されてる。そういつかならなきゃ。いやー、この1試合の中でどんだけやられてたくらい大崎さん。ああ、そうですね、割とやっぱ強いのってさ、逃れるじゃん。でも確かにこの試合だからでしょうね、完全に大崎さん狙い。あいつら私はビビってんだよな。まあまあ、この続きは名古屋でという。あ、珍しく、お、珍しく。何言うこれ、どうする、え、お客さんと、そう、私帰ろうとしたら大岡が前の来るはずなんですね。ちょっと言い切れなかったところがすごい。お、こいこいって、あ、あれ、あの人、あれだ、知ってる人だ。いかがですか、ね、うん、上州ミートの社長さんが、スポンサーさんが、うん、おいでおいでって言ってたから、人知ってるでしょ、うん、マイクも投げない、優しく投げたらいいのに。